してるの。本当にもうタンスの上から取っただけなんで。いいですね。二分目が満足。まあいいんじゃない。はい、すごい。自信持った男っていいね。恋活ビフォーアフターでございます。私ナジャグランディーバでございますよ。ハッピーハッピー。さあということで早く見たいんですよ、海野くんの後編。前回は髪型とかヒゲだとかで、いやそうね、はい、その大変身した、うん、いやだいぶ変わってたよ。普通にエグザイルにおりそうやったもん。劇団の方、劇団エグザイルにおりそうやった。で今回は洋服の方、洋服の大変身してくれる、はい、でも洋服どんな感じでいくんかな。黒やったやん、まあ、いっぱい糸くずついてたけど、黒は似合うような気するね。私の希望としてはやっぱりラグビーのユニフォームとか。ちょっとでもどんな感じか楽しみです。じゃあお願いします。ファッションポイントとか。ファッションポイントですか。でも本当にもうタンスの上から取っただけなんで。そうやな、それをただ、はい、着てきただけなんで。なんかついてん、何がついてんのこれ。ファッションについて言われることってあったし、そう同じ服着てるねとか。数も持ってない、はい、せめたらせめたらなんかセーター着てるとかバスマットみたいに言われてもらったんで、派手なのも着ないようにしてる。どうなりたいみたいな清潔感のある感じで。今の服装はどうですか、清潔感。なんか洗濯はしてきたんですけど清潔感ないです。でもあの首から上は爽やかよ。スタイリストさんの方、はい、あの来ていただいてるの。下村さんお願いします。お願いします。すごいスタイリングしてくれそう。岡村さんに来ていただいてます。お願いします。よろしくお願いします。率直にどうですか今のファッション。地味ですよね。色味がまずすごく地味なのと、はい、丈感と寝巻きやんサイズ感が全体的に似てる。全体的にちょっとなんかギュッとしてるというか、あ春先に向けてちょっと暗すぎるなと思います。カラーで今回はどういうのを用意していただいたんですか。今回はですね、1万円以内。1万円で、はい、あいいやん、1万円以内、はい、自由で揃えてみました。それじゃあ着替えてもらえますか早速。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。あの鏡をご用意しているので、はい、見ていいですか。はい。まあいいんじゃない。すごい。なんか社長みたいですね。社長ではないわ。何社長って。はい。清潔感。どんな社長を持ってんの。すごいですね。着ないベンチャー系の社長やとこんな感じなんかもしれないね。サイズもそうなんですけど、ちょっとぴったりではなくてちょっとオーバーギブに作ってるよ。なんかもうシャツとかじゃなくて。いやこれでも1万円には見えへんな。ドンキーみたいな。靴も込みやろ。靴も全部色をですね、くすみっぽうですごいな。自由もくすんでる色を全体的にあの合わせるっていうのがポイントで、でなんか中も黒とか白とかシャツにしがちなんですけど、あえて同じ同系色トーンの似てる色を全部同じにして、靴だけ白とかで綺麗めにまとめてみました。はい、これはいくらくらいですか。これは、9760円。ジャケットが4990円で、インナーが1690円、はい、パンツが2990円で、靴が590円。590円。こういうのどこに来ていったらとかあるか、まあ、先ほど渋谷で聞いてたんですけど、はい、渋谷でもいいですし表参道でもいい。ちょっと外れた、はい、綺麗な感じ。でも行けそうな気がします、ね、どこ行きたいですか。いやもう渋谷何があるんですか。行きたいですね。誰とも待ち合わせしてないけどちょっとハチ公前に立ってないですね。そのうち行けるって待ち合わせもできるってもんね。背筋もちょっと背筋も、はい、自信があるとヒントなのでヘアもメイクも手に入れて、はい、スタイリングも完璧で、ね、もう清潔感あふれる感じで今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやもう本当にあの理想の形にしていただいて完璧です。
ワイルドかつ爽やか。ワイルドかつ爽やかですよね。もうまさに体現的。これあの、今日の写真なんですけど。ひどいですよね、なんか。表情もね、入れ替わりますね。服も、心もどんな変わるやつですか、服変わる。服ね、見た目変わるだけでやっぱ心の中身変わる。新しい、これもう今日中に、今日中に作ります、ね。彼女。どういうタオルを作る？いや、こういう、この服に見合ったような、ね、今まで手が出なかったような。これですか？本当ですか？はい、これちょっと引かないと。ありがとう。あとから請求書を取ってください。大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあね、これ着て、この服で歩いてたら声かけてください。ナイルさん、変わりました、大人っぽく。ビフォーと比べてどうですか？いや、見違えたよ。聞かせてください。じゃあ、渋谷行ってきます。いや、変わったね。1万円コーデっていうのもすごいな。まあ、ベンチャー企業とかの社長やとこういう感じの社長おるかもね。ここまでイケメンになれるんだっていうの分かったから興味も持ってくるやろうし、洋服買いに行ったりしてほしいな。渋谷だから行ってほしいわ。話してる時の自信とかが本当にビフォーってやったら、いや全然違うって。なんか背がちょっと高くもなってるし、なんか人間としてもちょっと器も大きいかなって思わせるよね。いやでもなんか自信持った男っていいね、うん。次回は女性の方に変身してもらう。あ、そう、はい、女の子もだいぶ変わるよ。また次もヘアメイクとスタイリングでじらされるわけやろ。でもそのじらしもちょっと楽しみになってきてということでではまた次回お会いしましょう。またね。